ただいまより重賞競争 AKT 秋田テレビ杯第35回振り駒賞 M3 の表彰式を行います。まずはじめに優勝馬ゴールデンヒーラー号の関係者の皆様をご紹介します。馬主平賀俊夫様、生産者下神戸牧場様、調教師佐藤裕二様、騎手山本俊也様、厩務員渡辺雅彦様でございます。はじめに秋田テレビ社賞の授与です。代理といたしまして滝山開催執務委員長より馬主に対しまして優勝カップと稲庭うどんが、調教師騎手厩務員に対しまして稲庭うどんが贈られます。それでは馬主平賀俊夫様、優勝カップが贈られます。おめでとうございます。稲庭うどんでございます。おめでとうございます。続きまして佐藤裕二調教師に贈られます。おめでとうございます。山本俊也騎手、おめでとうございます。続きまして奥州市長賞の授与でございます。奥州市財務部競馬対策室主幹高橋博之様より馬主に対しまして南部鉄器が贈られます。それでは馬主平賀俊夫様、おめでとうございます。最後に開催執務委員長賞の授与です。滝山開催執務委員長より馬主に対しまして賞状が、調教師騎手厩務員に対しましてクオカードが贈られます。馬主平賀俊夫様、賞状でございます。おめでとうございます。続きまして佐藤裕二調教師、クオカードが贈られます。おめでとうございます。続きまして山本俊也騎手です。おめでとうございます。お集まりの皆様ありがとうございます。関係者の皆様に今一度大きな拍手お願いいたします。ありがとうございます。以上をもちまして表彰式を終了いたします。本日誠におめでとうございました。